ロワッサン4個入り、もう1日1個しか食べれないアトリエでね、公園のね、この映像でしかやらないけど、なんでかというとジブリみたいな、ネットに頼りすぎ、ねえの金がもう8円も5万転がいて、まあ、それ変わったかも確かに、うん、か昔はマジでヤバかったよね、ヤバかった、あぶりあるじゃんエピソードようちゃんをさ、うん、エデンのさ時さ、ようちゃんをさ、うん、あの階段とこ連れてぶん殴ったやつまあ、ようちゃんもようちゃんで、まあ確かにあったし、俺は俺で、なんか感謝気持ちみたいな、うん、めちゃくちゃキレるみたいな、すぐ流星のお客さん、ね、お客さんがね、いて、まあ僕がヘルプ入ってたんですけど、話がこっちで噛み合わなかったんですね、あのスタイリストとアシスタントで噛み合わなくて、で、お客さんがあーはーみたいな感じになってて、なんか僕いじられたりょうちゃんいじったんですか、俺そう、ずっといじってて、僕ちょっとなんかイラってしてしまったんですよ、その時に、で、ちょっとまあお客さんに気遣わせる感じでちょっと僕が離れていっちゃって、それを流星が見てて、バッと帰ってきて、お前さっきのなんだよみたいな、いやこっちもなみたいな感じになって、とりあえずもうベランダに行って言い合いバーってなって、続きだっけ俺、続きされるっていう、いやでもあれは若いから、ベレーザの子たち知ったらビビるよ、流星が続きするっておかしいみたいな、なんかほんとなんか怒ること忘れたもん最近、怒んだよねマジで、なんかもう一歩引いてみる、まあ、ベレーザに対しては、先輩とかさ、そういう人と絡むときはさ、お前の目でなんかいろいろ吸収しようとか、うんうん、いろんな考えがあって、まあ、自分にいい、自分に対してすごい勉強になることとかすごいあるから、だからなんかいいとこをこうしっかり吸収してって感じだけど、ベレーザはなんかこうみんなのやりたいことをなんかみんなが言うまで待つし、うん、みんながやりたいって言われますし、みんながやるって決めたら手伝うし、うん、っていうなんか感じかな、なんかもうぶっちゃけ売り上げ的に見たらさ、うん、フリーランスだった方がいいじゃん、まあそうですね、給料的に給料で見ちゃったら、そうですね、どう考えても、うん、でベネーザってさ、まだまあ某サロン某サロンっていう感じじゃないじゃん、うん、なんかまあ若干、まあ、流星のベネーザみたいな、うんうん、ブランディングになっちゃってる、うん、状況ってさ、俺からしたらさ、悪い方するとさ、プラスはないじゃんベネーザにいる、うん、ぶっちゃけ、うん、ないじゃん、だけどなんだろう、俺がベレーザにいる理由ってさ、もう完全に仲間とさ、うん、仲間とできることと、うん、あともうお金に興味ないのももちろんだし、うん、これなんかいろいろ買ったりするけど、うん、結局幸せはもう人間が人間に与えることしかできないみたいな、うん、もうすぐに超めっちゃ思うよね、お金からもらえないよね、なんか、まあ、お金だけど、まあ、その価値が一番見出せてるのがベレーザ、うん、めちゃくちゃでかい俺の中で、別にどこでやってもなんかいいけど、なんでこんなめっちゃ言われんの、上の人、いろんな人がベレーなんでベレーザやってんのみたいな、フリーランスやんなかったり店出さなかったりとか、何そんなやってって言われるけど、なんかもう心の満足度というか、うん、なんかやっぱそのベレーザでのなんかまあ達成感とか、勝手にやっぱお金入ってくるタイプ、俺はぶっちゃけなんかそうタイプがいると思うんで、いろいろ、うん、ぶっちゃけそこをゼロから生み出すタイプもいるし、うん、なんかまあ1から100にするタイプもいるし、お金を生産するためにそれが幸せな人もいるし、でも俺はなんか後からお金が来るタイプ、なんかそんなマジお金興味ないの、ぶっちゃけって山しか行って一生山でこうやってたのぶっちゃけってぐらい別に欲がない本当に、なんかっていうよりはなんかこう感じたいのよ、自然だったりジブリだったりなんかみんなが憧れる生活っていうよりは本当に邪魔しないよな、そうマジでそう、家もこんな感じだし、なんか成り上がってるみたいななってるけど、なんだろう、これあえてここに住んだ理由とか渋谷に住んだ理由とか、なんだかまあテレビ大きかったりとかいろいろなんかこうお金を使ってるのって、やっぱどうしてもベレーザのアシスタントだったり美容学生だったりいろんな人に夢を見せたいんだよね、っていうのはなんか夢を与える人になりたいんだよね、なるほどね、マジでだからそこに対しての投資はもう全然なんか怖くないというか、うん、自分って何言ってんだろうって、うん、なんか別になんかマーケターとか、うん、ライティングとか、なんか、まあ、映像もやってる人みたいとかいろいろいるけど、俺は多分流星っていう人間の生き方を売ってるって最近思って、だからなんかそれに対して必要なブランディングだったり、うん、そう必要なものはもちろんしっかり勉強したりやっていくけど、やっぱ一番はやっぱ
夢を与える人になりたいんだよ俺は。っていうのはプロサッカー選手になりたかったって夢もあるし、うん、っていうのは夢を与えられたからそうなってるし、美容師だってまだこういう感じだけど、やっぱ夢を与える人になるためには、まあ、言い方悪くすると年上の人がさ輝いててもさ、やっぱ若い人が輝いてる業界じゃないと、うん、サッカーもそうじゃん。18から輝けるからみんなプロを目指したりとか、うん、まあ、企業とかもさ IT もさ人気な理由ってやっぱさ若くても考え方次第でマネタイズできるから人気になってくる。 YouTuber もそう、うん、そこにやっぱ美容師が入るためにはやっぱ俺らみたいにこう Z 世代って言われる若い人たちが結果を出さなきゃいけないし、夢を見せなきゃいけないし、やっぱもう行動を取らなきゃいけない本当に。ってなるときにやっぱ必要なのはなんかやっぱ見せ方だったり、うん、ブランディングだったり、自分の見せ方ってのはすごい大事にしてるし、なんか人付き合い、なんか俺ほんと敵いないんだよマジで。え、本当になんだろう、上の人がこうなんか仲良くしてくれたりするのってなんかすごい目の前のこう付き合い、うん、こうやって撮影してくれてるお二方との付き合いとかもそうだし、いろんなこう目の前の付き合いは多分すげえ大事にしてる自信はある。雑誌もそうだし、うん、ディーラーとかメーカーもそうだし、多分雑誌出れる人もいれば注目される人もいれば、うん、セミナー出る人もいれば出ない人もいて、結果出してもいない人もいてみたいな、それって多分やっぱ付き合いのものだと思うんだよ、人間、うん、対人間の。ただ俺が多分かなんかこう業界のなんか出たりとか、なんかこう出てたりこうやって映像も撮られたりとかやっぱするのって、やっぱ日頃から自分で言うのなんだけど、でめちゃくちゃ大事にしてるマジで。なんか付き合い、すごい付き合い。俺だって悪口言わないじゃん、うん、裏で、うん、この人こうだしとか、うん、この人マジなんか嫌なんですよとか、この人マジこうですよとか絶対ないじゃん。だったらもう美容師と戦ってないからさ俺は根本的に。誰と戦ってるかって自分でしかないから、うん、ぶっちゃけ。だからすごいなんかこう付き合いを大事にすることって、まあ、なんかいろいろ学ぶじゃん今も24になって、うん、人の付き合いがもうすごい大事だなって最近気づかされるし、日本人よりかはハングリー精神を持ってるよみたいな。確かにそれはそれは どん底でも這い上がれるよね。そうそうそう、全然1ヶ月本当にセブンイレブンのミニクロワッサン4個入りを1日1個しか食べれないを1ヶ月続けてみれば多分みんな売れる。分かる思考能力が変わる栄養分ないのに思考能力が変わるから生きるために頑張れるようになるよ。分かる。スティックの5本入りもね美味しかったね。あれをね毎日1本ずつね、あと水でね、公園のね、うん、で公園ないものをさ生み出すってどうやってやるんだと思ったの、お金とか、うん、そこをなんか思考で変えれるんだっていうのは身をもって経験したよね。なんか誰の脅しも怖くないもんね、なんか別に。分かる、脅されないけど、なんだろう、俺は怖いよ、こういうこともあるよねっていうリスク話されるじゃん、うん、よく何が怖いんだろう。ある程度もう自分で解決できるみたいな、ね、こうなったらこうしたらいいし、こうなったらこうするしかないし、この映像でしか言わないけど、でなんかヨロちゃんはなんかさいろんなところでさ、うん、なんか俺に認められるために頑張ってるって常に言ってるじゃん。言ってる、今もそうだよでしょ、うん、俺はなんか俺は最近思うのは、なんかヨロちゃんにはヨロちゃんにしか言えないことあるし、うん、俺には俺にしか言えないことあるから、まずなんか俺人と戦うのもなんか違うなって思ってるんだから、ぶっちゃけ、うん、だからもう横の人と戦うのも違うし、誰が認めるってそれはなんかもう自分が満足するかしないかだけだし、うん、なんか俺ガチでようちゃんはなんかその俺に持ってないものあるから、次回予約もさ取ったりさなんか俺できないから、そんな俺はなんかお客さんがとか思っちゃうじゃん、うん、お客さんがやりたい来たいタイミングで来てほしい感じだけど、ようちゃんはさでもそこまでもやって結果をついて、結果というかやっぱお客さんもやっぱなんか、まあ、常に綺麗でやってほしい。そうでしょ、シェア見てたんだけど、うん、ちょっと違った。シェアも好きだけど、なんかいろいろなんか性格わかんなかった。あースタイルはなんかでも本当にもうすごいよね、なんか話し出すとか四季の龍さんとかさ、うん、何力とかさ、うん、でもかっこいいじゃん、ムニコ、ムニコさんとか、ムニコさんね、おしゃれじゃん、なんかやってることが。いやなんかそういうなんかこう多分俺はそれで憧れてたじゃん、ずっと、うん、俺も真似する能力めちゃくちゃあると思う。美容師がこっちのこれで戦う時代はなんかもう正直終わった、みんな上手いの、うん、
ぶっちゃけ、うん、オンラインサロン見たり、うん、いろんな情報が流れて技術両鋭化してうまいもんみんな。だからどこで売れるかってなったらやっぱ人じゃん絶対。だから俺はもう俺はそこだったら絶対調べると思う。なんでかというとジブリ見てる。ああ、逆にだよ、逆にネットに頼りすぎめっちゃ思う。なんかインスタのフォロワー多いからなんだっていう感じ、うん、なるほど。違う、本物が来る。絶対みんなこれから本物を探しに行くから。情報が行き過ぎて何が本物か分かんなくなるの、お客さん、ユーザーの、うん、ってなった時に本物を、ね、絶対探しに行くから、うん、だから結局その時俺はなんかやっぱ必要だと思うのはやっぱ自分にしかないやっぱ肩書きだったり、やっぱそのまあ技術はもちろんだし、なんかさ人間性ももちろんだし、多分ちょっと楽できちゃうんだよネットって。俺の考えだと架空の人物っちゃ架空の人物じゃん、ぶっちゃけアバター的な、ぶっちゃけぶっちゃけインスタがすごいだけでフォロワー多いからって自分自身が何も変わらなかったから意外と変わらないんだろうなって、うん、なんか思ってて、だからなんだろう、すごい多分10代にも言えるし、まあ、同世代にも言えるのかなって思うけど、うん、なんだろう、インスタが全てじゃないし、あでも情報を得る努力してる努力っていうのも一応大事だし、どんだけフォロワーでもリターンできない人もいるし、そうなんだよね。あって逆に10万円なんて高いみたいな思われる方がマイナスだから、うん、人が来るってことは多分喜びを分かち合う仲間が必要な時代が来る、うん、確かに。だからフリーランスが流行ってるし、まあ、いろんな働き方流行ってるけど俺も幸せになっちゃうけど、やっぱりそのやっぱ喜びを分かち合ったり団体でこう結果出したり、うん、まあ、サッカーのチームじゃないけど、やっぱりなんか、ま、回ってるんだよね結局多分、うん、業務委託が一時期流行ってまたサロンが来て、うん、フリーランス来てとかいろいろ回ってるから、だから選び方としてはやっぱ本当に自分 の、 なんかその流れでさみんな選んじゃう、フリーランスやってるからみたいなみたいなじゃなくて、本当に自分の人間性とか自分の性格とか自分の性質知らもう理解した上でやっぱ選ぶ時代だよね、うん、これから、うん、安定が大好きな人いっぱいいるじゃん、うん、それはもうそれだし、稼ぐのが大好きな人もいっぱいいるし、ベレーザみたいに中華のも行きたいみたいな、まあ、ある意味自由さも融通効くし給料も低くないし、うん、まあ、あの働き方以上はめっちゃないから、うん、多分、まあ、これから来る考えたら結構本当にねいいなってなっちゃう。ベレーザが一番働き方的には新しいじゃん、助け合うとか、まあ、動画見てもらったら分かると思うんですけど、あの雰囲気感あの世界観っていうのは多分普通のサロンとかフリーランスで出せない。結局ベレーザの成り立ってるビジネスの中心にはやっぱ人って仲間人っていう、やっぱそこの多分一番人人間味があるサロン絶対。うるさいし、うるさいし、なんかバカにするし、でさ、お前売り上げねえだろみたいな言うじゃん。あんなにさ、他のサロンの人が聞いたらさ、タブーすぎるじゃん、なんかよく言えるなみたいな。でもさ、でもなんか言われてるやつはさ、マジで頑張りますみたいな感じじゃん。だからさ、なんかなんだろうな、なんかいい意味で、なんかやっぱ信頼関係があるし、なんかみんなも売れるって信じてるから、だから言われたところで痛くも痒くもないし、なんかそいつが正義だし、正義とか 悪者とかそういうのはないし、ただ時代関係なしに人間を大事にしてるっていうか、その人との付き合いを大事にしてる人はやっぱどの時代も生きれると俺は確信してる。そこはあ、そうフォロワー6万5万ぐらいなのに金ない海外は0から1を作る、でも日本は1から本当にこんな数を見せたことはもう初めてだし、多分これからもこれが最初で最後かな。